私も同じ意見だよ。もういいでしょ、ほっといてよ。はあ、嵐の対策なんて私が一番よくわかってる。だって私もよくやってたし、メビウスに来ちゃったのもミュウの動画を荒らそうとしたからだし、逆に取り込まれちゃったんだけどね。え、どうしてそんなこと。周りはみんな敵だから。敵って？楽しそうにしてる人たちがとにかく気に食わなかったんだよね。私のお父さん新聞記者なんだ。それを知ったネットかじってるクラスのやつが、半日マスゴミの娘みたいな感じで騒ぎ出してさ。何それ、親の職業で悪口言うなんて最低じゃん。本当、私にはどうしようもないことなのにね。ワイヤーのクラスグループからブロックされたり、学校の BBS に悪口書かれたり散々だった。そっからネットにはまって、ネットもに打ち明けて相談したりするようになったんだけど、何でも相談できる友達だって思ってた相手がいじめグループのなりすましだったんだよね。私が相談した内容や送った写メ、全部学校の黒板に貼り出されてた。いや、ほんと結構信頼しちゃっててさ、全部話しちゃってたもんで、きつかったなあれは。ひど。それでネットもリアルも信じられなくなった。私現実では生主でも何でもない、ただの嵐。メビウスに来るまでは匿名掲示板を荒らしたり、ゴシッパーで暴言吐きまくってた。そしたらちょっとだけスカッとした。そうだったんだ。だから最初に小太郎先輩が言ってたこと全部図星、言い返せるわけないよ。本当のことなんだもん。メビウスに来て人気の生主になったけどさ、やれることって言ったら他の人がやってて受けてることの真似だけ。レビューだってそうだよ。自分の感覚に自信なんてないし、他の人を横目で見て外さないようにしてるだけ。それでも支持してくれるんだから、小太郎先輩の言う通り、フォロワーはミュウが私のために作った偽物なんだろうね。私には自分がない、空っぽなんだよ。自分が一生懸命作ったものを上から目線で面白半分に踏みにじられるのがどれだけ腹立たしいか。自分がやられる側になって初めて分かった。私みたいな奴に価値なんてないし、物を作る資格なんてない。なるほどな、結構きついですね。え、部長読んでたの？私も愛読してたってば。仲間が登場する小説なんてそうそうないもんね。結構面白かったよ。厳しい意見もあったけどさ、褒めてくれる読者だっていたじゃん。私たち以外にも続き待ってる人いると思うよ。うん、分かってるよ。そうだよ、私たちは本当にナルコにしか作れないものを楽しみにしてたんだよ。少ないって言ってたけど褒めてくれる人だっていたじゃんか。続き待ってるよ、その人だって。うん、褒められた時は嬉しかった。他の誰でもない自分自身を褒められた気がして、震えて落ち着かなくてそわそわして、あんなの初めてだった。私本当にあのまま書き続けていいと思う？部長、わかった。私書く。部長とアリアと待ってくれてるかもしれない人のために。
やーとことんやってみるべきですよね。頑張ってほしいな。それではお次は小太郎くん行きましょう。あの後優斗の連絡先を聞いといたんだ。あんまり気が進まねえけど呼び出してっから今から会ってくるぜ。真後ろから話しかけちゃった。やっぱ知り合いだったんじゃん。私たちも一緒に行くってば。拒否権はないからね。勝手にしろ。まだ来てないみたい。この間はごまかされたけど一体どういう知り合いなんよ。あいつ俺のいとこなんだよ。俺ちょっと訳あっておじさん家に住んでるんだ。メビウスで一緒に住んでたのは偽物だったけどさ。え、そうなん？あ、来た。よう。このおかしな世界が何なのかお前が知ってるって言うから来たんだぞ。さっさと説明しろよ。ってわけだ。くそ、どうしてくれるんだよ。お前のせいで気づかなくてもいいことに気づいちゃったじゃないか。そう言われてもな。そもそも僕がここへ来たのはお前のせいなんだぞ。どういうことだよ。厄介者のくせにアストラルシンドロームなんかにかかるからうちはもうめちゃくちゃなんだよ。パパとママは毎日喧嘩ばっかりだし、学校の担任は家庭訪問に来て虐待だって児童相談所に通報するし。虐待？俺の体どうなってんだ。入院した。少し痩せたからって大げさなんだよ。学校や近所の連中までひそひそしやがって。ママは買い物にも行けなくて困ってるんだぞ。せっかくこの世界では家族水入らずだったのに、お前なんか親と一緒に死んでればよかったんだ。親いねえんだ。俺が小学生の時父さんも母さんも二人揃って事故で死んだんだ。おじさん家に引き取られはしたけど、まあ聞いた通りの扱いだ。なんで俺がここに来たのか分かっただろ。スマホとかゲームも持ってなかったから、学校帰りの電気屋の店先でミュウの歌を聞いた時にフラってなったんだと思う。この話はこれで終わりだ。他の奴らには言うんじゃねえぞ。で、もう一回いけるかな？行きましょうか。深刻な顔しちゃってどうかした？スライムからまたゴシッパーにメッセージが届いてたんだ。すぐに助けに来てくれだってよ。緊急事態かな。二人とも行ってみようよ。お前にもミュウの素晴らしさを分からせてやる。あのバカデジヘッドになってんじゃねえか。やめろユウト。コタロー、また僕の邪魔をしに来たのか。お前なんか消えしまえよ。
おい、正気に戻ったか。くそ、なんで僕が小太郎なんかに。このゴキブリ、サダナムシ。うん、よし、戻ってないな。もう一回ボコボコにしちゃって、オッケー。落ち着けって。こいつはこれで正気だよ。小太郎がやらないなら私がやってやんよ。しゃちゃ、ユウト、デジヘッドに見つかったらまた洗脳されちまうぞ。しばらくおとなしくしとくんだな。小太郎のくせにうるさいんだよ。せっかくいい気持ちだったのに、お前の忠告なんて誰が聞くもんか。うんうん、ちゃんとレスキューマンしてたってば。見直した。カタロー偉い。あいつもうどうなっても知らねえからな。まあ、ゆうとくん関連が続いていきそうではありますよね。それではお次は琴乃ちゃん行きましょう。あ、部長。琴乃、大丈夫？あの友達のことなんか分かった？それがまだ何も。結局高校に誘ってきたあの子が手紙を起こしてたストーカーだったのかな。多分ね。あれから手紙も来てないわ。ワイヤーで連絡したけどブロックされてるみたい。既読もつかないし通話もできないの。あの子、琴乃のお母さんのこと知ってるみたいだったけど、現実からの知り合い？わからない。あの子と知り合ったのはメビウスに来てからよ。だけど向こうは現実の私のことも母のこともタッカのことも知ってる。一体誰なの？そっか、メビウスに来て見た目が変わっちゃう人も多いから。で、ずっと気になってたんだけど、タッカンって？部長、この件はもう忘れましょう。あの子の正体を知るのが怖いの。まあ、でもどっちにしてもそういう選択肢ですよね。メビウスから出ることさえできればきっと大丈夫よ。デジヘッドも現実までは追ってこられないでしょ。でもことの。ああ、もう、うるさいな！嫌なんだってば。このことに他人が踏み込んでくるのも、それで幻滅されるのも。あの人が言ってた通り、私は許されないことをしたんだもの。部長だって事情が分かれば、私を軽蔑するわ。分かってよ。いいわ、もうどうでもいい。たっくんは私の息子なの。子供？子供の？ええ、私の子。私がメビウスに来て2年だからもう4歳になるわ。私18歳で妊娠しちゃったシングルマザーでね。昼はスーパー、夜は母がやってるスナックの手伝い。毎日そんな生活してたらなんだか疲れちゃって。自由だった高校生の頃に戻りたい。誰かに助けてほしいなんて思ってた時に、たまたま店の有線でミュウの歌を聴いて、気づいたらここにいたの。しばらくは自分が母親だってこともすっかり忘れて遊びほうけてた。でもここが現実じゃないって気づいてパニックになった時、目の前に突然ミュウが現れて、タックンの面倒は母が見てくれてるって知らされたわ。だからずっとここにいても大丈夫だよって。ふざけないでよ。
母を軽蔑してたくせに、母が助けてくれなかったらタッカを死なせるところだったのよ。私って最低の女でしょ。部長って本当容赦ない。分かってるよ、そんなこと。悲劇のヒロインぶって泣いてても罪が軽くなるわけじゃないものね。でも泣くと落ち着くでしょ。そうね、なんだか頭がすっきりしたわ。今ならストーカーの正体も思い出せるかな。現実の知り合いなのは確かみたいだけど。本当に心当たりはないの？恋人を取られた女の仕返しとか？お母さんの知り合いって線は？どうなんだろうね。え？母の？あ、どうしたの、琴乃？なんか思い出した？ストーカーの正体、わかったかも。マジか。あー、ここまでかー。そうかー、ここまでかー。それでは、あやなちゃん行きましょう。あやな、待ってるよね。行かなくちゃ、ゆう。そっか、果たし状もらったんでしたっけ。あやな、どこかな。部長、アリア、こっちこっち。わざわざ呼び出してごめんね。みんなの前だとなんか照れくさくてさ。はい、これこの前のお礼。開けてみて。あ、かわいいハンカチ。ほら、部長が貸してくれたハンカチで思いっきり鼻噛んじゃったから、遠慮なく受け取って。代わりに部長のハンカチは私がもらっとくね。お？おお？違うから。部長が私の涙と鼻水のついたハンカチ持ってるの気持ち悪いだけだから。それだけだから。ひひ、あやなってば、なんとなく雰囲気が柔らかくなったみたい。これならみんなともうまくやれそうだね。なんか思った以上に短めでしたね。で、もう一回行けそうなので行きますか。あやな、最近男どもとはどんな感じ？でもさ、もうだいぶいいんじゃないかなっていうのもあるんですが。昨日2メートルまで近づくことに成功した。快挙と言っても過言じゃないよ。それは快挙。そう男に嫌な思いをさせられたからって全ての男を憎んで怖がるのは間違いだってこと、私ようやく実感として納得できたみたい。決まりの受験のことずっと忘れることはできないと思う。田所のこともその周辺の奴らのことも許せない。でも私は生きてるから。人類の半分が男なのが現実なんだから目を背けてはいられないよね。部長、アリア、本当にありがとね。これなら現実へ戻ってもちゃんとお父さんと向き合えると思う。そっか、よかった。お父さんと和解できたらその調子でボーイフレンドも探しちゃって。無理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 。まだ男が嫌いなことに変わりはないもん。無理か、流れでいけると思ったのに。でもちょっと待ってね。
ほら、部長ならこの通り1メートルくらいは平気。おお。だからボーイフレンドの件もさ、まあ部長が男代表として10年くらいリハビリに付き合ってくれるなら可能性はあるかもね。ヘッグベルまで長っ。おお、奥義覚えるんだ。ということで、まさかのあやなちゃんが一番最初にキャラエピソードを全部見られてしまったという、そんな展開だったんですが、しかしまさかの10年スパンでしたね。びっくりなんだけど。ということで、学士の間の方に行こうかなと思います。